しける海となぎる海、どっちが本当の海かの。人間にはしていいことと悪いことがある。それが分かったとき、本当にこの世は変わるんだ。たぎり、小説はうまいこと書けてんだ。学校の先生が廊下で滑って転んだの。母さん、母さんの顔描いたよ。私の方が先に話してるのよ。母さん、諦めるな。母さん、なんとかしてやっから人間、生きていればこんな嬉しい目にも会える。ありのままを書いて救いのある小説、救いを書いて嘘のない小説を書きたいんだ。母さんは幸せな人だな。母さんは幸せな時しか泣かねえんだ。私もお嫁に行って辛いことがあっても母さんのように頑張ります。ありがとう母さん。せめて子供たちにあったかいおまんまを食べさせてあげたいと、そう願ってるだけなんだよ。そりゃ私も同じ気持ちだべ。おめえの方がずっとずっと幸せだったで。ありがとうございます。杉も富もよく働いて偉いな。風が舞う俺、東京に行って向こうで小説書きになろうと思ってる。滝地さん、東京に行かれるのですか？時代が変わるまで小説は休められないのか。本当に体だけは大事にしてな。警察は来るし、変な友達は来るし、家賃も払わないし、女の人は逃げ出すし。帰ってくるって待つしかねえんだよ。中野駅前の喫茶店で会えるかもしれない。時間がない。一目でもいい、母さんに会いたい。こんなに痩せて元気だったか。小林だな。見ろ。小林よ。昭和3年の3月に治安維持法に死刑が加わったのを知らないことはないな。今あんたが女房などと言ったらどういうことになると思うの？小林滝次さんは築地の警察署で亡くなりました。滝次はどこさ行った？小林滝次はあまり丈夫でない体で必死に逃げ回るうち心臓に急変をきたしたもので、警察も処置に落ち度はなかった。当局としてはできるだけの手当てをした。血が欠けないように手の骨を折ってしまうなんて、君のことするのに人間のすることじゃない。もう一度立ってみせて。戦時の母もお母さんみたいに叫びました。滝地さんは随分たくさんの貧しい人、弱い人に親切にしてあげたそうですね。滝地は戻ってきた日の姿を思い出すな。
マリアさんも自分の子供が殺されて何もがつらかったのだ。タギジは優しいんだな。タギジのすること信用しねえで誰のすること信用するって。